こんにちは、皆さん。スレアというノベルちゃんと、梅ちゃんでーす。あーし。ということで、今日は今日はね、なんか、超聞かれたよね。そう、なんかね、みんなね、キーホルダーがなんかすごい、ご人気。いらっしゃる。ご人気。ご人気。まあ、ということで、今日は、ちょっとキーホルダーを作っていきたいと思います。はい。何書いてもいいの？何でもいいんじゃない？今だからもう、いいんじゃない？鬼滅の。イエーイ！色？鬼滅の色。で描いてくる。オッケー。まあ作りましょうか。オッケー。よーし。オッケー、レッツドゥイ。まあとりあえず一回全部黒にしちゃうか。エベどうやったことあるんだよね。どうだった？簡単だった。簡単だった。いや簡単ではなかった。オッケー。どう？いい感じ？いいと思うよ。どう？おお、かっこいい。いい感じ？いい感じです。今のところ綺麗ですか？今の売り上げ？売り上げじゃない。今のところどう？はい。今のところは売り上げってない。緑を入れてきます。今僕は思う、メロちゃん。え？最初の黄色って意味あったのかなって。意味あったのかな。わかんない、あんじゃない。あんじゃない。あんじゃない。もう一個書けばいいんだね。次は何？炭治郎が住んでいた雪山。雪山、オッケー。オッケー。よく綺麗だね。では炭治郎に積んでた。そうだよ、そうだよ。そうじゃん。なんで違うの？これもそうじゃん。もう炭治郎めっちゃ積んでそうじゃん。そう。ほら違
か？見てなかった。え、めっちゃいいじゃん。いい感じ？いい感じ。いいじゃん、いいじゃん。すごい。炭治郎住んでそうでしょ？いや。え？いや？なんか炭治郎住んでるところ怖。え？怖いよ。そうなの？そうだよね。鬼出るから？そうだよ。こんな感じかな。全部カラスいったでしょ。うん。でっか。鳥でっか。終わりました？終わりました。で、そしたら、はい、ライトで、はい、イカをします。あれ、します。で、待つ。これいいの？これで、うん、いいの？うん。炭治郎離れてるよ。どういうこと離れてる？炭治郎離れてるよ。ええー、よ、それやばいよ。早く早くつけてよ。あ、やば。え？でも硬い。もう硬い。え、ダメじゃん。あそこにレジ入れたらだ。俺のあっちの方もダメじゃん。ちょっと待って。ちょっと待って待って先生。すいません。ちょっと。失敗かな。すいません。え、先生。すいません。先生。ちょっと待って。やばいこれ。やばい。やだ、すいません。俺もめっちゃ時間かけて書いたの。そうなんですね。はい、ということで今日は。すいません。失敗でした。またリベンジでしょうか。え、これはどう？これも多分ね。ダメかな。ダメだね、取れちゃうね。可愛いけどね。ごめん。なんだよ、もう失敗。でも超可愛いよね。え、もう一回書く。大丈夫、じゃあ記念すべき1個目、じゃあベロちゃんにプレゼントでいいよ。あ、ありがとうございます。え、超可愛いんだよ。またリベンジだね。またリベンジします。オッケー。ということで、この動画はいいなと思ったらいいと思うのよね。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。アディアス。